いいえ、これはネスコの底の生き物ではありません。それを探す機器です。ネスコの固定を調査する100万ポンド、約1.5億円相当のスキャン技術が結集した機材です。戦場では映像がリアルタイムで見られます。たまに驚かされることも起こります。ネッシーがついにカメラに捉えられたのです。聞き間違いじゃありません。残念ながら生身のではなく、1969年に沈んだ長さ約9メートルの映画の小道具です。 ネスコプロジェクトのエイドリアン・シャインさんですビリー・ワイルダー監督がコブを外すよう指示したそうです噂によるとコブは浮く力と関係があったので必然的に沈んでしまったというわけです ネッシーが出てくるのはシャーロック・ホームズのパロディ映画で撮影は代役で続けられましたここではネッシーが一大産業で地域経済に6000万ポンドおよそ93億円相当を貢献していますでは何が魅力なのでしょう発想が好きですとても神秘的な場所だから絶対何かいると思います最初は化け物なんてくだらないと思ったけど目撃情報や写真全部考えると化け物はいると思う 今回、ネッシーが出てきそうな兆しはありませんが広大な湖ですから捜索は今後も続きます。